ブちゃん受点。おいてめえ、頭吹っ飛ばされてえのか。待て次元、ここは拙者が。ルパン、そこに直れ。そもそも女隣は見境ねえんだ。お前が愛してるだなんて言葉を使うんじゃねえ。おめえよりは愛について知ってると思うけどな。世界中の女を俺様愛してんだもんよ。オタクのように素人じゃございませんのよ。お前さんの愛は羽毛のように軽いって言ってんだ。その脳みそと同じでな。この文豪夏目漱石は I love you を月が綺麗ですねと略したとか。この人たちならどう解釈するか聞いてみたいものだ。はい、じゃまずは言い出しっぺからってことで。だな。愛してるって言葉が誰よりも似合わねえ野郎だ。ふん、人を好きになる気持ちの最上級が愛してるであるとするならば、拙者がそれほどめでているものはお茶漬けに他ならぬ。そうなればそれがしにとっての I love you は毎朝それがしの茶漬けを作ってくだされであろう。であろうじゃねえんだよ。どこの馬の骨がそんな言葉で喜ぶんだ。女心を分かってないんだな、ほんとバカ。いや、最高の珍解答だぜルパン。俺もここぞって時には使ってみるぜ。今よりよっぽど健康的な人生を送れるってもんだ。お茶漬け生活をしたいならわしがさせてやろう。歌箱の中でな。とっつぁん、何をそんなに驚いておる。お前たちが現れるところに銭形あり。わしに隠れてのんびり酒が飲めると思うなよ。おいおいとっつぁん、今夜は俺様オフだぜ。頼むから水ささないでくれよ。まったくだ、ラブが子羊のように怯えちまってるじゃねえか。どうしてくれんだとっつぁんよ。いやすまん、怖がらせるつもりはもうとんないんだが。お嬢さん、そんなに怖がらんでください。用事が終わり次第すぐにこの場を去りますから。用事？休みの日にまで押しかけるほどの用事ってのは一体何なのさ。適当に理由つけて遊びに来ただけだろ。とっつぁん、俺たちがいなきゃ寂しいもんな。いい加減素直になれよ。ふざけたことを。わしはただお前たちがまた悪さをしてないか確認にだな。ではその手に持ってる紙袋の中身は何だ。キャー、な、ゴエモン、貴様何をする。あらら、こいつは上等な日本酒じゃねえの。なんだとっつぁん、俺たちと一杯やりたかっただけかよ。最初からそう言えっての。銭形よ、ちょうど口に合う酒を求めていたところだ。ありがたくいただくぞ。誰が貴様らと酒なぞ。たまたま仕事帰りに酒屋に寄ったらわしのルパンレーダーが反応しただけだ。まあお前たちがどうしてもって言うなら。いや別にもう帰ってもらって構わねえよ。この店もそんな広いわけじゃねえんだ。酒だけ置いてお帰りいただいて構いませんぜ旦那。まあ待て次元、俺もとっちゃんとは長いお付き合い、考えることは全てお見通しよ。ま、とりあえずはゆっくりしてきな。ルパン、ありがとうよ、心の友よ。ジャイアンみたいなセリフだな。好きにしな。それじゃまた乾杯するかね。銭形の日本酒早く飲みたいな。ひでえ俳句だ、季語もありゃしねえ。さあラブ、野郎ばっかりで悪いけどよ、まだまだ夜は続くんだ。楽しんでこうぜ。ほんじゃ今夜は俺がラブと寂しがり屋のとっつぁんに乾杯。って誰が寂しがり屋だ。